今回のこうグランプリを受賞させていただいて、エンターテイナーとして自分にこう美容師として誇れるお仕事だなっていうのを改めて感じることができました。お客様のだったりモデルさんとか関わらせていただいた方々がこう人生が変わるように僕の方でしっかりこう作品として作らせていただきました。で実際こう営業中に来てくださるお客様だったりとかいろいろな方に結構人生が変わったって直接こう声をいただいている瞬間がすごくありまして、お客様が喜んで幸せになってくれることも僕としても一番嬉しいですし、幸せな瞬間でもあります。自分でも誇りを持ってお仕事としてこうやらさせていただいているので、ぜひこの作品で目に留まってくださった方だったりとか、一度僕が担当して心も外見も全部全て変えれるような施術しますので、ぜひ一度担当させていただけたらなと思っております。まあ、受賞できたのはすごいびっくりで、すごい有名な美容師さんとかもいっぱい出てたんで、僕の作品選ばれるかなとはあんま思ってはなかったんですけど、すごい嬉しいです。今回のポイントはやっぱりモデルさんがすごい綺麗なので、可愛らしい方だったんですけど、どこか大人っぽさとか、あとすごいヘルシーな感じとかもいろいろ出したかったので、顔周りの髪だったり、質感とかは気をつけて作りました。お客様とかの結婚式だったり出産だったり、そういった節目節目で、携わらせていただけるっていうことが、美容師やっててよかったりとか、美容師をやりたかったっていう理由なので、そういったところが、美容師の仕事のやりがいだとは感じてます。今回作った作品だけで、目の前撮った人がこの子誰だみたいな、この写真なんだろうみたいな、これだけでその人に泊まってもらえるようなものを作れたらいいなとは思ってやりました。今回ビジュアルを提案させていただくにあたって、2つの写真を合わせたものを1枚の広告にするということを考えました。1枚の方が、美容師さんが実際に施術されて髪の毛を作っている、写真、もう1枚の方が、それが仕上がった写真なんですけれども、美容師さんがその触っている髪を触っているところは、こう普段美容師さんがいかにそのお客様に対してホスピタリティということを考えて、何を見てどう接して、その人の人生にどういうふうに関わっていく、寄り添っていくヘアを提案できるのかっていうのをちゃんと考えている、そこがやっぱ自然ににじみ出ているそのサロンの空間っていうのはとてもこう楽しいというか、皆さんもその写真を見て行ってみたいなというような、サロンに行ってみたいなというビジュアルが表現できればいいと思いました。もう一枚の写真は、その実際にその美容師さんに施術されたお客様がクリエイティブを受け取って、でどういうふうに自分の人生が変わっていくのか、で新たな人生に道しるべができるようなものを美容師さんが提案してくれて、で新しい人生が始まっていく、その中の美容師さん側の強い気持ち、それからそれを受け取る方の、お客様のその気持ちっていうものを2面を合わせて表現できればいいと思いました。